ようこそ王様のお庭へ。数々の戦いを繰り広げてきた番組も5年目突入。その舞台となるのは埼玉を中心に展開するガーデングループ。今宵も新たな伝説を作るためお庭メンバーたちがしのぎを削る。パチンコ発の自腹実践ドキュメント、お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。ガーデングループではお客様が安心してお過ごしいただけるよう新型コロナウイルスの感染予防に取り組んでおります。入店の際には検温と消毒スプレーのご協力をお願いしております。ガーデングループではお客様に安心して楽しんでいただけますよう安心プロジェクトとして感染防止対策を徹底して取り組んでまいります。今回の収録店は新ガーデン八潮。八潮駅南口徒歩30秒、パチンコ480台、スロット520台、総台数は1000台。大型立体駐車場も完備の新ガーデン八潮が実戦の舞台である。当番組もついに5年目突入。そして始まったレギュラー争奪個人戦。トップはご褒美、最下位はレギュラー降格という厳しい条件の中、熱い戦いが幕を開けた。ルールは定ま1玉1ポイントによる平均ポイント制。ただし定まがマイナスの場合は0ポイント。そしてゲストの定まがプラスの場合は、その時の出演者全員に1000ポイントが加算される。そしてもちろんトップの定まが1万発オーバーで視聴者プレゼント獲得となります。前半戦終了。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、はい、個人戦始まりましたけどね、はい、前半ちょっと軽くどうなんですか、手応えというか。私はですね、はい、まあ大好きな笑うセールスマン行きまして、はい、まあ、初っ端いいスタートを切り、まあ、トントンです。出すね、ほんと笑うセールスマンを出ちゃうんですよね。そんな簡単な題じゃないんですけど。いや、参っちゃうな。レゴちゃんはどうですか。私はですね、サラリーマン番長すごいね取って朝もね、すぐ当たっていただきも入れたんですけども、うん、なのに駆け抜けて。駆け抜けた。でも、もうちょっと粘ってみて、うん、あとしかも両隣とかも結構引き戻しとかもしてるんで、それでかいね。もうちょっとやります。はい、はい、そして凛花隊長は一応フェアリンちゃんの代打ということでスロット打ったんですけど、はい、こう生徒を食って食って当てるはずだったのに、うん、なんかルーレットでペーンって当たっちゃって、うん、なんか嬉しいんですけどあんまりなんか気持ちよくなくて、やっぱパチンコの島に帰ろうと思って。パチンコだからね、はい、専門はね。デビンさんは僕も、うん、あの番長3を打ちまして、はい、動きがめちゃくちゃいいです、うん、引き戻し特訓も2回行ってまして、良さそうなんですが、今現状ではちょっとマイナス。あ、はい、首がかかっております。はい、レギュラーメンバー、はい、首がかかっております。凛花隊長も、はい、ぜひ頑張って、じゃあ後半戦さらに盛り上がるように、はい、行きましょうか。はい、はい、後半戦も頑張るぞ。おう、まずはピンチヒッター、凛花隊長。どうしような。後半に入り移動開始。いや、空いてないと思うんですけど、一応漆黒刑事とか。なんと空いてました、1台。というわけで早速移動してきましたので、この台で頑張りたいと思います。多分中間報告の感じだと私が一番マイナスなんですよ。で、まあ、一応台だとはいえ頑張らないといけないですからね。これでまくれればいいなというところです。ピンチヒッターでの登場ですが、プラス収支で終わればレギュラーメンバーにボーナスポイント、責任重大ですよ。びっくりした。ロックフリーズエースですね。これ1、2、3段階まであります。これは弱いですね。発展したのは信頼度およそ 39% の SPSP ロングリーチ。
がしますね。ボタンが変化すれば、あ、嘘、当たった。足りないと思ったんだ。この調子で過去編突入といきたい。普通だな。トラだったらダメ。あ、いった。やりました。通常時の大当たりは全て6ラウンドとなっています。そんなにすぐ当たらないという気持ちにもなれ、気持ちでもいるんですけど。まだまだこの戦。ちょっと50回切るとサワサワしますわね。核編には突入したもののいまいち自信なさげな林家隊長。100回転目の継続ジャッジは成功するが、その直後掛け声でリーチになれるかなので、これはきついですね。わ、残念ながら単発で終了。しかしその後すぐにチャンス到来。カンパクトは神は一条あれば十分。そんなことより、ちなみにこれはへそ保留ですね。ふぅー、立った。100万ごとの再現だ。2回転で転落したので7回転で当たりましたね。なんて日だ。あるんだ。あ、6ラウンドなのでやっぱへそで引けましたね、各辺。じゃあせっかくこれチャンスつないでますからね、なんとか2400欲しい。終了直後わずか7回転で再び各辺突入。これは流れが変わったか。これはもう、いきます。あー、よかった。やっと2400取れた。右打ち中の大当たりは全て2400発。この勢いで一気に畳みかける。通常パターンですね。お、打ちだ。やる気出してる、ケースが。さあ、分岐にやってまいりました。なんか12回転、32回転って結構早い段階で二人を引いたので、この100回転、もう終わりしか見えてない。ああ、大丈夫だった。いや、浮かれるの良くない。さっきその後2回転で突き落とされてますからね。あの、無の心で打ちましょう。なんで？いけるでしょ。いけいけ、マジで。なんで、どうなってんの。わあ、マジかいな。しかし本日の林家隊長はこんなもんではなかった。気になる続きは番組後半で。我らが MC レビン、前半から引き続き番長3で勝負。これが11ゲーム目なんで、特訓でのデカベルなのか、もしくはベル10でまた B をループした可能性がある。はい、ベルジュだから通常 B の後対決に行きやすいんですけど、ループしちゃって通常 B、 通常 B って今です。しかし対決はあっさり敗北。そろそろ対決連投ってくれると思います。次あたりはさすがに BB なんで、ベル7回以内でまた対決が。うわ、ガセった、マジで。通常 B、 あ、痛い、通常 B 対決ね。
うわ、強対決出てきた、突然の突然の強対決。もらった。つまりベッドトック以上確定なんで、1ゲーム目のこの抽選で多分当たったんじゃないですか。勝利を確信するレビン。ちょっと危なかった気がするけどね、もしかしたら、もしかしたら勝ってなかった。これ今最後 MB チェリーなんですけど、それで勝った可能性あるんだ今。とにかく無事に ART 突入。突然の強対決助かりましたね、マジで。そして早速上乗せ獲得で2セット目。おお、ストックあった3日目まで到達かけて、初期ストックがあったのか、まだらで、裏で乗ってたのか、どっちかです。おお、熱い、混合円はあるんじゃないか。合意角だろ、今の、今のは合意角だよね、多分。え、これは熱い展開の予感か。合遊閣の気配を感じるが、進んだのは合大寺。いやね、そうだよね、そりゃそうなんだけど、今郷大寺の分でガッて今取られちゃったんで、もったいなかったよね。合遊閣で継続確定。その次も無事継続。しかし、オレンちゃん、チャンスをつかんも、あと一歩伸ばしきることができず、ここから残り1時間ですね。パチンコで、久々に逆転を狙いたいと思います。まだちょっと今流せますんで、まだ逆転可能だと思いますので、最後まで諦めずに頑張ります。やはりですね、サラバンはいつも鉄板みたいな感じで盛り上がってるんですが、ちょ、番長3ちょっとやっぱり盛り上がってますね、今日ね。なぜ俺だけみたいな人になぜ俺はあんな苦戦してたんだってぐらい、盛り上がってる。プラス一番右の台の方は金閣寺が出たという情報もありますので、非常に、狙いは良かったんじゃないかと思うんですが、ちょっと これから先の時間ちょっと手を出すのは難しいので、打ってる方ね、頑張ってもらうとしてね、これが刑事の新しい方ですね、漆黒ではなくて蓮の方ですね。ちょっとどうしようかね、埋まってるな、海だよね、海しかないもんね。では近江4頑張っていきたいと思います。なんとか奇跡的に1回当たればなっていうところで、残り時間が迫る中、最後に選んだのは大海物語。ここから逆転を目指す。お、無音からスタートした。熱い、ほら、あ、これ、あ、どうだったビッグバイブ、あ、どうなの、これだけで、ね、一応30何パーしかないんだっけね。あ、ノーマルじゃん、あれ、ほらほら当たったよ。しゃー、見たかよっしゃ、お見事、格変突入。さあ伸びてほしいね、3発ぐらい出玉欲しいけど。おお、ありがとうございます、助かります、2箱分帰ってきます。これはでかいですよ皆さん、個人戦、私レビン脱落からこう一歩這い上がった感じですね。終盤に入り勢いづくレビン、さらに格変、
よっしゃ。残り時間はあとわずか。レヴィン新シーズン初戦、勝利に向けて突き進む。さあ次はゆずき。後半戦まずは大移動から。ありがとうございます。お888枚5周年ですから8日なんで行きましょうよ。勝負に選んだのは蒼天の剣、蒼龍でございます。もう30連とかしてんのか。319分の1連を ST タイプで VST になってます。突入率が 58% かな。前半はトップで折り返したゆずき。ST 継続率およそ 86% と高継続が魅力の蒼天の剣で一気に引き離しにかかる。赤文字？ちょっと微妙だが。こんな感じで当たるの？当たってますよねこれ。大丈夫、当たってますよ。やった、当たりました。あらららら、お見事 ST 突入。ここから波に乗りたい。赤同色続いてるよ。あ、緑同色。早っ、こんな感じなの。めっちゃ面白い、超早い。右打ち中の大当たりは2分の1で3ラウンドか10ラウンドに振り分けられる。見えちゃった、3ラウンドだ。これ 50% の引きもだいぶ重要。まだまだ勝負はこれから。緑保留からリーチへ発展。緑 75% もある、強っ。そしてラウンド抽選。うわ、あ、中ラウンドだ。先に見ちゃった。イエー、これで勢いに乗ったゆずき。おー、やった。よし、やった。あー、終わっちゃった。6連4845。およそ5000発の獲得。後半戦も好調をキープ。続いてはレコ様。前半のラスト AT 終了直後の利用門で引き戻したレコ様。やった、復活。嬉しい、イオンも決まったの久々です。そんなわけで帰り咲きました。さらに、いや、内部的になってると信じたい。頼む、青。よっしゃ青いただき、生かしてあげたい。頼むよ、マジで上乗せ頑張ろう。こうちゃん、よしよし、上乗せ何ゲーム。これポイントで上乗せ10ゲームだけなんですけど、でも今大きいね。さあ強チリで着地乗って。しかしあっさり最終ゲーム。なんか出てほしいけど。
悔しい、733万円。伸ばしきれない玲子様、ここで移動を開始。チーフォギアですね、ライトミドルにやってまいりました。今日はなんかいい台打ててるんだけど、本当に生かしきれてないっていう感じですね。台選びには納得の様子の玲子様、あとは当たりを引くだけ。あ、生テンパイだ。あー、歌ってはダメ、フリーズが発生しまして7テンパイです。残り時間もわずかのところで大チャンス到来。あ、普通にそうですね、絶唱ですね。いやでも7テンパイですから。すごいね、70億の絶唱金です。7図柄なんですけど、これラッシュ確定じゃないんで、ここから問題は地対抗プラス残り保留4つ計5つで 7.4 分の1を引けと。なんともちょっと微妙じゃないですか、緑緑青青緑ね、チャンス入らないっていうのはショックだな。自信なさげですが、今油断してました完全に。いやー嬉しいよ、まだまだやれるチャンスをいただきました。ここから玲子様の逆襲が始まる。リーチラインは2つ3つまでいこう。よしよしよし、3ラインはチャンス、いけるいけるよ。よっしゃー、よかったねこれまで伸び悩んでいたのが嘘のような大連チャン。その結果は終わっちゃうかな、これでまた流れ星が出るかどうか。15レイン終盤で一気に伸ばした玲子様、お見事、1万4000発オーバー。いよいよ最終盤、凛花隊長。後半に入り調子を上げるが、時間も残すところあとわずか。金保留になった。今金のマリを持ってたおふうが歩いてたんですよ。絶対転ばんと思うじゃないですか。なのでここ後期しかついてない。じゃあエキサグレイゾーンも大チャンスですね。金のセリフは出ない、大丈夫かな。あ、発展しましたね。あ、なるほど。私穴の刑事に出てくる武将の中だったら奥村スケモンが一番好きなので、このリーチ好きなんですよ。ねえ、テロップ普通、あとはドデカの 3D のテロップが出るか。あ、いけるかもしれない。わ、ちょっとどうだろう、ダメかも。ただいろいろ、あ、よかった。あのでかいあるのがめちゃめちゃ大事なんですけど、なんかまあダメでもなんか、ああ外れる金ってこんな感じだなみたいな感じだったので、ちょっと心配だったんですけど、うわー、いけたー。松風乗りこなせないでおなじみの私なんでね、次はさすがに厳しいかと思います。わあ、今日はうまいな。
なんとこの日3回の初当たり全て確変達にゃ。私が今日これで3万発出せたらすごいいいですよね。福さん当たった。目指すは一撃3万発。ボーナスポイント獲得に向けひた走る。嬉しい。勢いづく凛花隊長。そしてついに、あ、もうすぐ出ますよ1万発。嬉しい。私にしてはめちゃくちゃ上出来。まだまだ勢いは止まらない。終盤にしてこの日一番の大連チャン。13回転で当たりました。その結果は、あー、とうとう終わってしまった。やりましたね。でも本気で2万発獲得することができました。最後に大連チャンで締めた凛花隊長、大幅プラスでボーナスポイントゲット。実践終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで新シーズン突入しましたけども、まだ今日で決まるわけじゃないからね。まあそうですよ、今日で決まるわけではないけど、結構初陣っていうか、まあ初戦なんで大事じゃないですか、はい、どうなったのか早速見ていきましょうか。結果発表、せーの、ドン。はい、ということでゆずっきーから投資がなかなかかさみまして、まあでも笑うセールスマンの888枚。あら、おあら、こういうとこでちゃんとコビ打っていかないと。まあでもマイナスなんですけど、うん、まあ今のでちょっと多少なんとかなるかなって。なんないです。なんですか。ボーナスポイント的な。加点されないですか。されないです。誰コビコビポイントとかないですか。ないです。もうこのまんまです。じゃあマイナスです。すいません。じゃあ私レビンですけども、前半戦ちょっと番長3で。はい。マイナスになったんです。最後やっぱ殿下の宝刀です、うん、俺が海に座れば当たると。いや本当に当てますよね。当たります。まさかこんなに出てるとは思わなかったです。あと1回2回だったんですけどね。そうですね、本当にそんな感じで一応検討はしたということ、はいはい、そして、はい、こっからですよ。私、朝一サラバン座りまして、はい、まあ、ちょっと流したんですよ、うん、最後皆さんをちょっとお待たせしてしまったんですけれども、なんと12,480玉。すげえ。パチゴリ出して、出してサダマプラス5,810玉ということで、素晴らしいですね。大逆転しました。見せますね。見せ場をやっぱりいっぱい作りますね。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてフェアリーの代打、はい、凛花隊長。はい、私は後半に打ったパチンコ漆黒の衝撃が頑張ってくれまして、プラス15,761玉で。素晴らしい。終わりました。すごいね。はい、でやっぱ私こんだけやっぱプラスだったら狙ってるじゃないですか、レギュラーの。あ、そうだね。やっぱなるほど、クビになった人とこれもあるかもしれないんで、交換もあるかもしれない。はい、このまま出続けるパターンももしかしたら、皆さん急な都合悪くなったら私が来るんで、はい、素晴らしかったね。15,000円やりました。素晴らしい、頑張りました。さらに1万玉出しましたね。はい、出しました。おめでとうございます。視聴者プレゼントございます。貢献した。幸先ですね。はい、ありがとう。また来てね。お願いします、はい、というわけで、次回もお庭伝説楽しみにしてください。さよなら、バイバイ。バイバイ。ということで今回は見事さだま1万発をオーバー。こちらのコシヒカリを2名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の宛先までどしどしおはがきを送ってください。ガーデングループではお客様に安心して楽しんでいただけますよう、安心プロジェクトとして感染防止対策を徹底して取り組んでまいります。